誰か電気ください。どうすればいいの。商品制作の過程に完全密着。ポップアップまであと21日。フォロワーさんのおかげで制作するロンティーのデザインが決まったので、使う布を選びにアフリカ布市場へ5種類の柄で展開する予定なので、今回は5種類の布を選んでいきます。ケニアやタンザニアに根付いているキテンゲと呼ばれるアフリカンプリント生地。昔オランダ領だったインドネシアで溶血染めをしたバティックが流行。その布がアフリカ布の起源と言われているらしいです。19世紀にインドネシアに滞在していたガーナ兵が兵役を終えて帰国した時にバティックもアフリカ大陸に広がり、現地の方々の好みに合わせて鮮やかなデザインに変化したらしいです。ケニアでアフリカ布は結婚式や教会に行く時など特別なイベントの衣装として着ている人が多いです。私たちが制作するロンティーは使う布の面積が小さいので、小柄でワンポイント使いができる、かついろいろな色が入っていてパッと明るい印象になるような布が欲しいってことで、市場にある30以上の店舗を一つ一つ回っていきます。なかなか布が見つかんないと苦戦したら、ここでまさかの大停電。もう何ないじゃんか。そんな時でもリエさんは笑っちゃうんだけどと、めちゃくちゃポジティブ。携帯のライトで照らしながら布を探していきます。停電なんかで動揺しないぞ。そんなこんなしたら電気が戻った。なかなかしっくりくる布がなくて悩みまくって、5種類のバランスを見ながら、あーでもないこうでもないと議論して悩み抜いたけど、こちらの布に決定。綺麗めながらも遊び心あふれるトップな柄もご用意しました。次回はアフリカの工場長を困らせてしまいました。